こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回はですね、いつもと違ったこちらスタジオで動画を撮影したいなというふうに思ってます。今回はですね、ゲストをお呼びしまして、スタイリストの森岡さんにですね、ぽっちゃり体型の男性に NG のアイテムをですね、5つご紹介していただきたいなというふうに思ってます。森岡さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、森岡さんと僕との付き合いはですね、大体1年くらいですかね。1年ちょっと経ちましたよね。今ではですね、僕が運営してますメンズファッションスクールというですね、オンラインでファッションを学べるようなサイトで記事なんかを書いていただいているんですけども、僕とはまた違った切り口を持っているスタイリストさんなので、今回ですね、僕が森岡さんにですね、インタビューするような形で、ぽっちゃり体型の男性にこれはちょっと難しいかなというアイテムをお伺いしたいなと思ってます。はい。ところで、森岡さんと僕って同じスタイリストですけども、またちょっと違った切り口かなと思うので、ぜひ自己紹介していただければと思います。はい、皆様はじめまして、森岡ひろゆきと申します。私はですね、メンズ向けにパーソナルカラー診断と骨格診断と顔の印象からニアファッションが分かる顔タイプ診断っていう、この3つの診断を使ってですね、お客様にファッションのコンサルティングサービスとか診断サービス、まあ、スタイリングとかを日々させていただきながら活動しております。よろしくお願いします。なんか華やかですよね。いや、いつも僕一人でやってるのでなかなかね、こうちょっと映えなかったりするんですけどもね、若くて素敵なイケメンが来ていただいたので、今回はですね、女性のちょっと見てる方も少し増えそうな気がしてるんですけどね。いつもね、動画は視聴者さんの方 97% ぐらいの男性なんですけども、今回ですね、多分 95% ぐらいになると思うんで、ちょっと 2% ぐらいですかね、増えるかなと思うので、ちょっと僕も楽しみにしたいなと思うんですけども、森岡さんはスタイリストとして活動する中で、もっと理論的にですね、こういう体型の方にはこういったものが似合いやすいみたいなところもしっかりとお伝えすることが多いんですよね。多いですね。やはりファッションにお悩みの方っていうのは、やっぱご自身に何らか体型、こういうところが悩みでもっとかっこよくしたいんですとか、そういう悩みをやっぱりお客様からよく言われるので、そこに対するこうするといいですよっていうのも日々お伝えしております。なるほど。まあ、特に僕なんかの世代ですね、今30代後半という形で僕は年齢をこうぼやかしてるんですけども、僕ら世代になるとやっぱり同級生見ててもお腹がぽっちゃりで出てしまうっていう人が多くなっているので、まあ、そうなるとね、こうその体型でも似合うファッションってどうなのかなとか、どういうものを着ると NG なのかなって結構悩んでること多いかなと思うんですね。そうですよね。はい。なのでそこをですね、早速お伺いしたいなと思うんですけども、ぽっちゃり体型の方が着ると NG アイテム、まず一つ目は何でしょうか。はい、一つ目はですね、膨張色カラーのトップスがやはり NG かなと思います。膨張色ですか。はい、僕は膨張色というとこんな色かなっていうイメージが湧くんですけど、はい、なんかプロからするとどんな色が具体的にあったりするんですか。はい、膨張色っていうと、まあ、一番イメージしやすいのはやはりベージュカラーみたいなところかと思うんですけど、明るいカラーで暖色系のカラーで、はい、ちょっとパーソナルカラーの専門用語にはなるんですけど、イエローベースのカラーっていうのがあるんですけど、そういった条件がかなり重なってしまうと、はい、少しやっぱ体型が膨らんだ印象になってしまうので、そういったところがちょっと苦手につながるのかなと思います。確かにね、具体的なこうアイテムに落とし込むと、何色の何とかってあったりします、うん、そうですね、やっぱり T シャツとかになると少し苦手になるのかなと思います、まあ、ベージュの T シャツの上になんかネイビーのジャケットを着るみたいな感じで、こう締まる色とね、はいはい、組み合わせれば OK なこともあるんですけど、例えばベージュの T シャツ1枚はいはい、になっちゃうとちょっと締まりがなくなっちゃうかな、遠目で見ると裸なのかみたいな感じがそうですよ ね、 ですよね。なんかベージュって確かに絶妙な色だなと思ってて、うまく使えればすごくセンスよくまとまるけど、おしゃれですよね。はい、それを外すと結構なんかぽっちゃり見えたりだとか、締まりがなかったりとかってあったりしますよね。ありますね。なのでやっぱ体型をカバーしたいっていうお客様に、やっぱその色彩心理というか、こういう色を使った方が着痩せして見せられるよっていうのはちゃんとお伝えするようにはしていますね。なるほど。
逆にじゃあ NG がベージュだとすると、はい、この色だったら間違いないですよっていうのはどんなものがあったりしますか。はい、やはりよく聞くのが黒ってところですね、はい、黒は収縮効果があって、はい、すごく着やすして見えるっていうのはよく聞くことかと思うんですけど、うん、まあ他の色はっていうのを考えていくと、はい、要素を分解していくと、まず一つ目、暗い色、収縮効果があります。あとは、寒色系の色ですね。寒色系。はい、ブルー系、ネイビー系の色は、例えば、ライトブルーみたいな明るい色であっても、うん、はい、ちょっとこう、着やせ効果はあるので、うん、ベージュとは違って、はい、うん、明るい色着たい方は、ライトブルーとかがおすすめです。なるほど、なるほど。あと、またこれ、また、パーソナルカラーの専門用語になるんですけど、ブルーベースのカラーっていう、色に青みを帯びた。っていうのが、着やせ効果が狙います、はい、なるほど。具体的にそれはどんな色なんですか。緑の中でも黄緑じゃなくて青みが入ってる青緑みたいな、そういう感覚です。なるほどね、うんうん、どっかにちょっとこう黄色っぽい要素というよりは青っぽさを感じるようなものがあった方がいい感じですね。そうなんです。確かにね、なんかもう収縮色というか、まあ、濃い色っていうとブラックのイメージが強いんですけども、はい、そうじゃなくて青みのあるものであれば比較的なんかその中でもバリエーションを出せるかなって思うんですね、はい、なので、まあ、例えば膨張はしたくないけど暖色系は使いたいなっていう人だったら、うん、例えばワインレッドを使ってもいいですし、ワインレッド、暗めのブラウンとかも一つ選択肢として提案できますね。なるほどね、そう考えると意外とバリエーションは出せる感じですね。ですね、なるほど。まずはじゃあ色ですね。色ですね、はい、じゃあ続いて2つ目のアイテムは何でしょう。はい、2つ目はスキニーパンツです。スキニーパンツ、なんか良さそうな気もするんですけどね。なんか細く見えて、そうですよね。ぽっちゃり体型の体をなるべくこうシャープに見せるには、スキニー良さそうな気もするんですけど、はい、その心はどうですか。スキニーはやはり、シルエットは細いのはいいんですけど、ただぽっちゃりさんが履いてしまうと、やっぱりその肉っぽさみたいなのをどうしてもあんだけ細いと拾ってしまって、ちょっとむっちり見えちゃう側面があるんですよね。はい、そういったところからスキニーは少しおすすめしづらいなっていうところがあります。スキニーもね、なんか、まあ、世代的には僕ら着たくなっちゃうんですよね。わかりますよ。やっぱりもう結構スキニーというか細身の時代が長かったので、ね、なんかスタイリッシュイコール細身なんだなっていうイメージがあって、はい、それをこう体型気にせずにむしろこう細いものを履いた方がいいんじゃないかって男性は多分見ていただいている方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、肉感、ここがテーマですね。ここ拾っちゃうとどうしても細く見せたくてもね、拾っちゃいすぎちゃうと逆効果になっちゃいますよね。そうですね、まあ、足がある程度細い方がハマりやすいアイテムではあるかなと思いますよね、はい、確かにね。じゃあ逆にどういったアイテムに変換してあげると、はい、それが素敵に見えやすいんでしょうかね。最近だとやっぱりスラックスとかすごく増えてますよね。ちょっと素材がぴったりフィットするような感じじゃなくて、うん、ちょっと素材に張りのある細身のスラックスとか、はいはい、そうですね、スラックスじゃなくてもデニムでもいいんですけど、はい、ただスキニーほど細くしないっていうのが大事なポイントですね。確かにね、まあ、確かにスラックスっていいですよね。スラックスいいですよ ね、 ね、なんだろう、ストンとこう生地が落ちるような感じがあって、はい、その感じのおかげで適度にこう空間ができるので、うんうんうん、そんなにこうムチムチ感も出ないし、出ないですね、縦長感もセンタープレスが効いてるとシュッとして足細く見えますからね、はい、あれはいいかもしれないですね。あれがやっぱ大人の男性っていうところでも最適です、ね、そうですね。今日も今日もスラックスですよ。スラックス、僕もスラックスなんで正解アイテムマストですね。意外とぽっちゃり体型の方もね、もちろんいいけども、足細い方とか痩せ方の方も、はい、細すぎるスキニーっていうのはまたちょっとこうガリガリ感が出てしまうので。そうですよね、はい、なんか中性的に見せたいとかならありかもなんですけど、うん、男性らしくっていうところだと少しゆとりを持たせた方がっていうのはあります、ね。そうですね、まあ、いろんな体型の方に似合いやすいから、うん、意外と便利ですよね。めちゃくちゃ万能だと。万能ですよね。ただまだハードルを高く感じているというか細身のデニムとかの方が安心感ある方は多いと思うので、ぜひ皆さんもスラックスを選んでいただければなと思います。なんかおすすめのスラックスとかありますか。ここのお店のスラックスとかいいよとか。あ、
おすすめの、スラックスだと、まあ皆さんよくご存知のやっぱユニクロ、はい、ユニクロのイージーアンクルパンツっていうシリーズがあるんですけど、はいはい、あれは割とほんのりゆとりがあるんですけど先細りシルエットで、はい、すごく綺麗に履けるかなっていうのがありますね。もう僕の動画の中でも擦り倒してるやつなんですもう間違いないですよね。あれが素晴らしいです。感動パンツとかそのあたりもあのシルエットとしては細身で綺麗なんですけど、うん、多分適度にゆとりがあるのが、うん、イージーアンクルパンツ。もう最近名前もスマートアンクルパンツとか、ね、名称変わりましたね。あれも、あれもそのシルエットがなんか今っぽさもありつつちょうどいいですよね。あれが絶妙です。やはり手に入れやすい。でも値段もねちょうどいいですよね。すごい田村さんと意見が嬉しいですということで、じゃあ2点目はパンツですね。パンツ、はい、じゃあ続いて3点目は3点目はシューズなんですけど、シューズの中でベルジャンシューズっていうのが NG になります。ベルジャンシューズ、ベルジャンシューズ何ですかそれ。ちょっと僕もあんまり聞いたことないな。どんな形のシューズですか。ベルジャンシューズが 2,3 年前ぐらいから少しずつ流行り出したんですけれども、うん、ローファーみたいな形をしているんですけど、ローファーの中でもすごく底が薄くて、うんうん、なんかすごく室内履き用のシューズをちょっと都会用にアレンジしたみたいなシューズがベルジャンシューズっていう形です。今まさにあのこの辺りに画像がふわんと出てたんですけどもこれですよね。これです、はい、僕も事前に聞いてるのでもう絵は見てるんですけどもまあまあ最近はちょっとおしゃれな人はね履いてる印象はありますね、はい、そういったものが NG な理由っていうのはどういうことなんですかね。はい、やはり NG になる理由としてはぽっちゃりさんってやっぱり体格にしっかり厚みがある方が多いんですけれども、はい、そういった方がベルジャンシューズみたいなすごく華奢すぎるシューズを履いてしまうと、うんうん、体格の厚みと少しアンバランスになってしまうんですよね。はい、そこがやはりバランスの取りづらいっていうところが少し NG になってしまうのかなっていうところです。確かにありますよね。その、うんうん、体型によってキャラクターみたいなものも全然変わってくるじゃないですか。ぽっちゃり体型の方っていうのも何でしょう、そのキャラクターをうまく使えるかそうじゃないかって結構分かれてるんですけど、うんうんうん、生かすという意味ではなんか無理してこう細身の華奢なものとかシュッとしたものよりはもっと違ったものの方がキャラクターには合いそうな感じはしますよね。そうですよね。やっぱ体格にちょっと相性のいいところで少しぽってり感みたいなのがあっても良さそうですね、うんうん、どういったものに変換してあげるといいですかね。2万円ぐらいのお求めやすいお値段のものだとフランスのブランドのクレマンっていうブランドが、はいはいはい、少しごつさがあって、うん、そうですね、うん、ちょうど良さそうな感じですね、うん、確かにちょっとこうシュッとしたイタリアっぽい感じのシルエットではなくて、はい、丸みのあるこう柔らかい感じの雰囲気の靴ですよね、うん、そちらの方がマッチしやすいですね。ぽっちゃりさん確かにね、なんかイメージが湧きます。本当ですか。はい、クレマンのイメージとぽっちゃりさんの方の雰囲気が、まあ、うまくマッチして無理してない感じでも、うん、でもなんか小綺麗な感じも革靴であるので、うん、良さそうな気はしますね。やっぱそこの調和感が取れることでなんか似合ってるファッションをしてるっていう風なこう印象が生まれます。なるほど、調和と似合ってるってとこですね。そうですそうです、うん、無理しすぎないでそこの雰囲気に合わせていくと良さそうな気はしますね、うんうん、ですねですね。なんかじゃあ逆にこうそういう体型のぽっちゃり体型の方が膝っぽくてこれはやめた方がいいなっていうのは他にあったりします。そうですね、そのベルジャンシューズの代表ブランドが、まあ、ちょっと高いブランドであるんですけどボーイン&ランジっていう8万円ぐらいのやつですけど、うん、結構しますね。それがやっぱかなりコンパクトに見えてしまうので少し苦手かな。うんうんうん、ね、確かにな、まあ、そこら辺はちょっとバランスを取りながらってことですね。ですね。なるほど。続いてじゃあ4つ目、はい、まあ、どんなアイテムでしょうか。4つ目が生地が薄めの T シャツっていうのが NG になります。なるほど。 T シャツにも生地の厚みの違いってあるんですか。ありますあります、うん、やはりなんかユニクロ U の、最近有名なエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツがありますね、はいはいはい、あれはすごく生地に厚みがあって優秀なんですけれども、うん、ああいうのじゃないもっとペラペラな薄いもの、うん、それはやはりこれまた少し肉っぽさを拾いやすくなってしまって、うん、苦手 NG になってしまいやすいんですね。確かになんか薄いものだと透けるしそれもありますね。ねえ、なんかいろいろとちょっと問題が出てきそうだから、はい、なんか
下着的なインナーであれば、うん、そういうものもいいかもしれないけど、一枚で着るにはちょっと難しそうですよね。おしゃれ用として一枚で着るのは、うん、やっぱ厚みは少し欲しいなと、うんうんはい、確かにな。 T シャツの厚みですよね、まあ、具体的にはユニクロのものだとか、厚みってどう判断すればいいですかね。触ってみた感じですか。そうですね、生地に厚みがある、腰のあるみたいな感じで、まあ、少し薄くてもちょっと硬さがあれば、はい、ある程度肉っぽさは拾わないんですけども、うんうん、薄くて生地も柔らかいペラペラみたいなのだと、はい、ちょっとやっぱ NG になりやすいかなっていう、うん、それでなおかつタイトだったらなかなかそれちょっと余計に厳しくなっちゃいますね。なんかサイズ感としては T シャツはどんな感じがいいかなってあります？ T シャツのサイジングはやはりあのさっきの話の通りタイトなのはちょっと苦手になります、うんうん、かといって最近の流行りのなんか 3XL の T シャツを着るみたいなやり方をしてしまうと、またさらにこう体格の厚みのある体格にまたさらにボリュームを乗せてしまうので、そういった意味ではやはり適度なジャストサイズに近いサイジングが良いかなと思います、うんうんうん、なるほど。そういった意味では先ほどのユニクロ U のエアリズムとかは絶妙な最初からそういうサイズ感になってるのね。ここのやっぱゆとりがあるものの方がサイジングは合わせやすいですね。確かにね、こう、まあ、YouTuber さんによってもこうおすすめのサイズ感とかも変わってくるじゃないですか。世代でやっぱ変わりそうですよね。変わりますよね、うん、まあなんかぽっちゃり体型の人がすごい大きいの着るのもなんかかっこよさそうな気もするけど、うん、B ボーイ感というかそうです、ね、ちょっと世代的には厳しくなってくるのが 3,40 代ぐらいかなと思うんで、適度にぐらいなんですかね、うん、そうですね、ワンサイズ上げぐらいならまだ大丈夫かなと思うんですけど、うん、流行りの3つ4つ上げるっていうのは少しどうかなって、そこは抑えておいた方がいい、はい、なるほど。そこも含めてぜひ皆さんにはチェックしていただければなというふうに思います。はい、じゃあ続いてラストですか。ラスト、ラスト5点目のアイテムは何でしょうか。5点目はですね、ショート丈の羽織物というところです。ショート丈の羽織物、それは具体的に言うとどんなアイテムが該当しますか。今の時期だとね、ちょっと羽織物っていうのから遠ざかってしまうかと思うんですけど、うんはい、例えばカーディガンみたいなもの。なるほどなるほど、うんはい、あとは、まあ、ショート丈で多いものだとジージャンみたいな。あ、なるほどなるほど、短いですね、はい、あまりこうお尻が隠れないようなグラスのすっきり丈のもの、はいはいはい、ああいったものがなんか似合わない理由というのはどのあたりなんですか。はい、それがですね、やはりぽっちゃりさってお腹周りに、まあ、少しお肉感からこうボリュームが出やすいかと思うんですけれども、うん、ショート丈の羽織物って必然的にこのお腹周りで丈が切れちゃうとかですね、うんうん、なるほど。そうなってしまうとやっぱりここに目線が行きやすくなってしまう、目線が、うん、っていうところがあるので、うん、まあ夏時期だとあまりないかもですけど、秋冬とかは特にできたら縦の長さを出してシュッと見せれる、うん、少しロング系に行っていただいた方がスタイルよく見せれるなと、うん、確かにな。もう本当に着丈の長さで全然見栄えが変わってきますよね、はい、具体的にはこういったアウターだといいなってありますか。うん、まあ、それで言ってやはり、まあ、大人の定番アイテムのテーラードジャケットなんかは丈の長さが絶妙ですし、はい、あ、なるほど、微妙に長いですもんね、確かに、はい、まあ、ロングコートだったらね、はい、あのステンカラーコートみたいな定番ものが非常に良いかなと、うん、なんか僕はぽっちゃり体型の男性のステンカラーコートって結構好きだなと思いますけどね、うん、なんかイメージできますね。できますよね、はい、ステンカラーコートの普通っぽさが、うん、かえって体格の丸みとかをですねうまく拾ってこう、うんうん、素敵にはまるというか、なんかいいですよね。いいですよね、あの感じ、まあ、コートの中でもステンカラーと長いやつだとチェスターあるじゃないですか、はい、どっちの方が相性が良さそうですか。あ、それで言うとチェスターって基本こういうジャケットみたいなラインになってるので、うん、まあ、ここの V ゾーンがすごくすっきりするところがあるんですね、うん、はい、まあ、すっきりするがゆえに、うん、どちらかというと、まあ、チェスターコートの方が良いのかなっていうのは思ったりもします、うんうん、はいはい、でどちらにしてもこうすっきりめのものであれば長さがあるものは合いやすいかなって思うんですね、はい、なるほどな。あとコーチジャケットとか、うん、あのあたりもあったりしますけど、どうですか。コ
コーチジャケットに関しては、あのぐらいの丈なら全然問題ないかなと思うんですけど、ただコーチジャケットって多分ここになんか裾を絞れるみたいな感じになってるんですけど、あれ裾は絞らない方がいいですね。まあ確かにそうですね。こう丸みを作ってみて、ああ、そっかそっか。ストーンと落としてあげた方がライン綺麗です。ああ、なるほどね。確かにそこも大事なポイントかもしれないですね。なるほど、着丈の短いアイテムですね、うん、意外となんか挙げていただいた5点持ってる男性も多いんじゃないですかね。物によって、まあ、絶対 NG だよとまでは言わないんですけど、うん、少しあのスタイルよく見せるには工夫が必要になってしまうかな、うんうん、なるほどなるほど。あ、確かにそれありますね、はい、なんかどのアイテムも NG っていうと絶対着ちゃダメみたいな響きしちゃいますけども、うん、それをこううまく使いこなせる人であれば、うん、全然 NG じゃなかったりするじゃないですか、はい、でもなんか分かんないで ある程度気軽に着るのであればそれ避けた方がいいよねっていうのが今回のアイテムですよね。そんな感じですね。なるほどね、まあ、今回のこのあたりをぜひ皆さんには理解していただきながら NG アイテムがあったらちょっとこうメルカリだとかねいろんなところに出していただきながら、まあ、今回ご紹介した5つの OK アイテムに変換していただくと間違いなくスタイルアップが磨けるかなと思うのでですね、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。ということで今回はですねスタイリストの森岡さんをゲストにお呼びしまして、ぽっちゃり体型の方が似合わないですね5つのアイテムをご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただければなと思っています。以上、スタイリストの森岡俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。